はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、家に帰ってきました、ありがとうございます。いやー、帰宅 VIP ですね。はい、帰宅しました。もう今ね、こう関西から帰ってきた、そのままの格好で今、動画撮影してます。はい。いやー、まあ、久々の、実家よかったね。もうレオと会ってね、もうレオをもうずっと、レオとずっと一緒にいました。はい、レオって、まあ、あの、実家の犬なんですけども、はい。もうそのために帰ってると言っても過言ではなかったんですけどもね。まあまあいいや、その話は置いといて、まあ試合やりながらね、ちょこちょこ話していきましょう。まあ今日の動画はですね、もうサムネ程度で見てもらったらわかると思うんですけども、こちらの選手、ミスタータイガース、藤村文夫選手の動画です。ありがとうございます。いやこれね、あの僕ね、ずっとね、富雄って言ってて、あのガチャ動画の時にコメント欄でね、もうお前富雄やと、うん、富雄やぞっていうコメントがもうね何件もあった。うん、本当にごめん。藤村文夫さんね。でまあね、もうね今かなり噂になってますよね。守備見て、守備 A にしました。特殊で守備 A にして、ただね補給が F なんですよね。なのでこの補給 F がどこまで響いてくるか、まあ今日ね守備守らしながらどんな感じかちょっと確かめていきたいんですけども、まあただ守備積極で A やから守備範囲は広いんでしょうね。足の速さも走力 B あるんで、うん、守備範囲は広そうやね。ただポロポロするかが、まあ速い打球とかちょっと偉そうやけどね。でもね、ミーと A のパワー A で超アーティスト降格チャンスということで、いやもうめちゃめちゃ強いっすよ。うん、もう右信者の方も大興奮でしょ。ただ残念ながら僕右バッターあんまり打てないので、まあただ藤村選手癖がないらしいんでね、バッティングフォームに、まあ、打ちやすいとは聞いてるんで、まあこの白黒の選手を使うっていうのはちょっと使ってる方もなんかねテンション上がるんでね。はい、沢村栄治選手の時もそうやけど、まあ、照合ができないんで、もう早速ちょっとリアタイ試していきましょう。何してんねん。うわ、強い、マジかよ。帰ってきて帰宅早々一発目強い相手は嫌です。さあちょっと今日はね、この藤村選手の守備も見たいので、ちょっとね珍しく使ってみた、打者動画にしてはちょっと珍しいサードに打球を飛ばしてもらおうということで、相手広角打法出てますが、アウトコースを攻めましょう。いきます、藤村選手のところに打って。ああ、いやけどちょっとあんまり打たしたくないな。いや、いかん。まあこれはもう負けても仕方ない、打たれてもしゃあない。いけ、うん、しゃあないしゃあないしゃあない、これはしゃあない。うん、広角打法出てる相手にアウトコース投げるアホがどこにおんねん。やめとこ、やめます。はい、勝負に負けちゃう。はい、なんかね、藤村文夫さんのこと今ウィキペディアで調べたんですよ。なら取れるよ、取れるよ。え、何してんのマジでな。え、何をしてんのなあ、見た今なんか、何あのジャンプ、意味がわからない。うん、え、ライトええやろ。よし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 。で、なんか藤村文夫さんのこと調べたら、なんかね、あのね、バットがね、8センチぐらい長いバット使ってたらしくて、ちょっと画像見てほしいんやけど、ウィキペディアの。めちゃめちゃ長ない。なあ、どうやって打つのこれ。物干し竿って言われてるらしいよ、物干し竿。うん。えぐいよね。8センチって相当長いよ。うん。ゲッツ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 、レッツゴー。え、ちょっと待って。うわ。あ、まあ、私立通か。オッケーオッケーオッケー。私立ね。なんか、藤村さん、なんか、アシュラの藤村って言われてるらしいね。闘争心がすごいらしくて。よーし、よし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 。さあ、これちょっとね、藤村さん、チャンス出したいので、オッケー、走ろう。走ります。はい。うわ、応援歌入れてない。ごめん。応援歌あるんかな。はい。セーフ。よーし、チャンス、チャンス。よし、出た。えぐえぐえぐ。ただ、相手の特殊能力でちょっとパワー下げられてるけど、さあ、行こう。いや、ナイス。いや、これね、癖ない、癖ないから打ちやすそう。無理無理無理、あれは無理、あれは無理、あれ無理、あれは無理。うん、なんかいろんな実況者が藤村選手打ちやすいって言うかもしれないけど、あれは無理よ。うん、私立の藤井選手普通にちょっとだるいけどな俺。そうですね。うん、打てるんすよ。うん、打てるんすよ。何してんねん、ちゃうねん。うん、お前が何してんねん。しっかりと投げんかい、落合博光。いや、打てるんすよ。うん、打てるんす。今のも打てるけど、あえて打たんす。はい、あえて打たんす。これも打ちます。はい、もしあれもう打てるんすよ。うん、打てる、楽勝、イージーイージーファイト。そういえばね、実家に帰って、おみくじ引いたんですけど、僕だけ、まあ、家族で行ったんですけどね、僕だけ吉でした。はい、あと全員家族、大吉やったわ。はい、悲しかった。うん、恋人はちょっとできそうにないかもね、まだ今年も。待ってたら来るらしいけど。よし、抜ける、ライト、レッツゴー。待ってこい。おい、回らんかい、誰やらんな。ごめん、すいません、舌巻いちゃいました。すいません、新年早々舌を巻いちゃいました。すいません。いや、分かってた。ちょっと
分かってたのに。さあこれちょっとサードに飛ばしてほしいけど、あ、これイン攻める、イン攻めようか、イン攻めるわ。いやこの方打率4割後半やったから多分打ってくるんよな。あ、サードサード、あーまあまあ今の打球は、うん、今ぐらいの打球やったら取れるんすよ、うん、取れるんすよ。はい、すいません、また情緒不安定が出ちゃう、ごめんなさい、ちょっとすいませんね、実家に帰ってちょっと気持ちが緩んでた、ごめん。ダルビッシュ有の甘さ、え、そんな空振りするな、大の大人がそんな空振りの仕方する。あー打たんか、さあ乗ってレッツゴー。いやー、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、今のもう藤村さん取るぐらいの勢いでショートの方行ってたね今ね。下手しい取るんちゃうか、あれもうちょい打球遅かったら。まあこれもう飛んでこなさそうなんで次の試合行きますか。また藤井、もうどんだけ藤井なマジで。シェリーシェリーいつになれば。そうそう、尾崎ビブタカが出ました、すいません、ごめんなさいね、尾崎ビブタカが出ちゃった。これも飛んでこへんから、まあ飛んできたらちょっとそのシーン乗せようかな、うん、飛んでこなかったらカット、よし、おーしよし、あ、いけ、全然いける、うん、全然いける。さあ2点取られたんでちょっとここ取り返しましょうか。さっきの試合勝ったからね、負けられへんよこの試合も。そろそろってかスピちゃんが始まる、うん、ただスピちゃんなんかね、地区が2地区になったんでどうしようかなと思ったら東と西だけになったんですよね。ただまあ練習はしようか一応生放送でね。ちょ無理やわ、もう無理。さあ藤原さん頼む、ちょっとこのちょっと集中するわ、喋らんとこはちょっとごめんね。詰まった詰まったけど超える、いやマジかー。さあちょっとめちゃめちゃいいとこで、うん、めちゃめちゃいいとこでまた藤原選手2打席回ってきました。めちゃめちゃいいとこ、これやばい、追いついたわ、3点差えぐない、3点差追いつくえぐい、ちょっと集中するわ。この部屋はヘイブン、テレレレレテレレレレレレレ、オーマイオーマイが君と照らす、おれーよし、いやこれ剣かな、あーもう勝負してよ、うん、勝負してよ、ふみおとなあ、ふみふみと、まあ、これちょっとさよならで次の試合行こう、えぐえぐえぐ、危なっ、ちょっと待ってコントロールよ、はい、いやかっこいい、かっこいいすぎる、俺本気出す、本気出してなかったんかな。バウアー、そしてキャッチャーは古田、うまうまうまい、藤村さんうまうまい、全然いける、全然、藤村トゥ藤村やったね今ね、まあ、藤村トゥ藤村やった、いや全然今日エラーゼロやからね藤村さんね、マジでカットしてるけど、あと2回ぐらい、あやば、あいける、2回ぐらいね結構守備の機会やったんですけどエラーしてなかったよ、全然うま、取れるよ取れるよ、よし。さあちょっとバッティングの方が見せれてないんで、こっからはちょっとバッティングに集中しましょうか。バッティングって言ってもこっちのバッティングじゃないよ、うん、こっちのバッティングじゃないよ、これお願い、人生かけてる、よーしよしよし、さあ全出し全出し全出し、いやーここチャンス出てほしかった、いや今日もう十分にいける能力、集中します、ロッキーね、これ、うわー、いやまあ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 、おい何一塁で止まってんねん、走らんかい。さあ行きましょう、次の試合ですね、ちょっとフミオさんでホームラン打ちたいな、上沢選手か嫌いなんよな、うん、打ちにくいよ上沢選手、いやー今の良かったけど、よし、いい切り替えよ、いや特防出ないか、オッケーオッケー、今フォーク投げたから次ツーシーム貼ろう、オッケーオッケーオッケー、ツーシーム投げてくる絶対に、ほら行けよ行けよ、ヒットです、ヒットよヒット、え補給 F の藤村さんがエラーせんくて、バース補給いいか、いいか、バースめっちゃエラーするよ、グリフィン、ちょっと待ってグリフィンはあんまり当たらんのよ俺、グリフィングリグリ、うわー真っ白かよグリグリしてたけど、いや風 6m か、頼む抜けてでかいよし、何してるじゃん、あんたが引いた守備位置や、オッケーオッケー、広角出てないけど走ります、はい集中、オッケーナイス、俺ナイス、俺オッケーチャンス、いや出ないか、オッケー、まあまあ広角出てないけど放り込むよ、これよーし、ごめんちょっと諦められへん、ごめんちょっと諦められへん、これは決めたい、マジでもうこの試合ラスト、うん、もう何が何でもラスト、誰が何を言おうとラストです、はいマジラス、うん、バッツ、まあいい、まあいい、いい、もうここで打てたらいい、もうダルマジで、ちょマジ集中、本当にもうマジ集中、
打ちました。飛びついて掴んだ。やねんそれ。一塁。流し込み。あっと強い当たり取れない。相手の藤村さんがエラーするんかい。さあこれ回ってきそうですね。オッケー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 。さあラストラストチャンス。ラストチャンス。オッケー、広角出た。もうこれ行こう。もうこれ放り込んで終わる。めちゃめちゃ粘ったよ今日撮影。気持ちよく終わりたい。うん。気持ちよく終わりたいよ。またエラーした。もう相手の藤村さんが。王さんもエラーした。結局早い打球は捕球関係なさそうやね。